はメロチメロだよ。はい、ということで本日の動画はですね、リュウちゃんがこの度中学校に入学したということで、まあほら中学校に入学するとなるとどうしてもさ、これがかかるじゃん、これが。でメロッチの場合はリュウちゃんがまだ小6の時にこうママ友から中学校入学する時に、まあ、大体これぐらいのお金かかるよっていうのを聞いてたから事前準備ができたんだけど、やっぱりさ、このことってさ、どうしてもさ人に聞きづらいじゃん。ママ友も上の子がいないとかだったら、中学校入る時って実際どんなくらいのお金かかってるのかって未知の世界すぎてわかんないと思うの。だから本日の動画はですね、中学校に入るときに実際にかかったお金、イエイ。まあこれはね、私立公立で違ったりとか、学校によって指定物が違ってかかるお金が違ったりとかするので、あくまでも地位の場合はこんだけかかりましたっていう感じで紹介させていただくので、次中学校入るっていうお子さんがいらっしゃる方、ぜひね参考にしていただければなっていう感じで撮っていこうかなと思います。メロチはその小学校6年生の時に自分の中で大体ほら制服とかジャージとか揃えてったら、まあ10万くらいかなっていう頭でいたので、そのママ友から聞いた金額聞いてびっくりしました総合計こんだけかかりましたっていうのは、まあ一番最後に発表するとして、内訳を言っていこうかな。内訳、まずざっくりしたカテゴリーでいくと、制服代でうちは56,290円かかりました。ブレザーが25,500円、ズボンが11,000円、長袖のカッターが2,930円なんだけど、やっぱり買い置きやった方がいいかなっていうので2つ買ったんで、これが5,860円で、あと夏用のズボンが11,000円。夏は上はカッターシャツじゃなくて普通にシャツ半袖でも、メロチなぜか2つ買った気でいたんだけど1つしか買ってなかったんで、1つで2,930円。ただこれはね、夏になったら買い足そうかなって思ってます。まあこんな感じでね、計算していくと、まあ、制服代としては56,290円ですね。制服代だけでも結構かかるよね。続きましてはジャージ系、トータル35,360円。このジャージ系に関してはメロチ全部2セットずつ2枚ずつ買ったんだけど、ジャージの上5,750円かける2で11,500円、ジャージの下4,940円がかける2で9,880円、長袖のシャツ2,290円かける2で4,580円、半袖シャツこれが2,050円かける2で4,100円、ハーフパンツ2,650円かける2で5,300円っていう感じで、メロチの場合はちょっとあの洗濯でさ、ほら乾かなかったとかそういうのがあるといけないんで、2組ずつ買ったから、まあ、35,360円だったけど、ジャージ系ワンセットずつ買えばこれの半額って感じですかね。続きましてその他、通学バッグが、まあ、5,600円、体育館シューズがうち学校指定だったんで3,350円、上靴も、学校指定だったので、1,500円、3つと合わせて14,500円。他にもなんか指定だったのが、ウィンドブレーカーっていう上着が指定だったのと、カッパもあったけど、別にカッパは指定じゃなくてもいいらしい。で、ただウィンドブレーカーに関しては指定のものじゃないといけないっていうことだったんで、これは寒くなってきたら買おうかなって。ほらやっぱりさ、中学生って成長期だからすぐさちっちゃくなっちゃったりとかがあるじゃん。だから今ウィンドブレーカーいるかって言われたら、もう暖かくなってきたからいらないかなって思ったんで、ウィンドブレーカーに関してはこの入学説明会の時で発注する時には頼まなくて、後からでも頼めるっていうことだったんで、これは寒くなってから頼もうかなって思っております。なんでざっくりいくと、最初入学するときに制服等々で必要だったのは、102,100円です。ただ夏の制服に関してはまた夏ぐらいのお渡しっていう感じなんで、それはその時に払うみたいなことを言われたので、発注はしてあるけど払ってないって感じですね。
現在、まあ、メロチが思ってたぐらいの金額になって、ただこの後メロチがとてつもなくびっくりしたのがチャリ、自転車、自転車がクソ高い。あのさ、チャリってこんな高いんだねっていうぐらいびっくりするぐらい高くて、なんなら大半チャリにこれかかってる。ママ友の話だとアルベルトっていうブリヂストンが出してる自転車なのかな、これが軽いし錆びないし、なんか機能的にもすごくいいみたいな、だから結構みんなアルベルト乗ってるよっていう話だったの。別にチャリ買ったことないからチャリなんていくらって知らないな。ただほらドンキ行ったらさ、前にチャリが並んでたり値札ガーン貼ってあったりとか、1万5000円とかそういうのであるから、まあ2万ぐらいは買えるかなって思ってたんだけど、そのアルベルトっていうのを調べたら6万7000くらいかなだったの。え、チャリに6万7000もすんのと思って、でまあいろいろ調べた結果、アルベルトっていうまあもうベタなやつと、アルベルトロイヤルっていうもう一つグレードが高いやつとねあって、めっちゃ悩んだんだけど、まあ正味機能的な部分で言うと、まあ別にアルベルトでもいいかなっていう感じだったんだけど、自転車を買うために近くのさ自転車屋さんに電話したらさ、リュウちゃんはさそもそも赤が良かったらしいんだけど、赤がないからアルベルトに、だからアルベルトってなるとあのもう黒って言うから、黒の在庫ないですかねアルベルトっつったら、アルベルトロイヤルだったら置いてありますって言って、マジかと思って、結論から言うとリュウちゃんは、アルベルトロイヤルにしました。 S 型って言って、なんかタイヤとタイヤの間がさこうストレートのタイプと、 L 型っつってこうウニンってなってるタイプとあるので、女の子とかだとこの L 型ウニンってなってる方がいいかなって感じだったんだけど、まあ、男の子だったらストレートなんかかっこいいかなっていうので、アルベルトロイヤル S 型にいたしました。お値段としては77,800円で、両立スタンドと後ろにほら荷物置く台みたいな、ステンレスキャリアっていうのかな、これをつけなきゃいけないっていうね学校の指定があったので、オプションでつけたので、こちらが、プラスで9,000円で、そこの自転車屋さんのちょっと保証みたいな、こう修理無料でしてくれますよとか、盗難保証3年間ありますよとか、会員になったら保証ありますよっていう保証に入ったんで、これが3,980円、トータル自転車に98,600円かかりました。その他にも学校の通学用のシューズは特にね指定がなかったので、前回2月ぐらいに出した動画でひらきさんでね買った靴があるんだけど、靴一足だとほら雨の日ベタベタで帰ってきたら買い置きがないとかそうなるじゃん、だから一応買い置き靴2足くらいあった方がいいかなっていうので、ナイキの靴を買い足したので、こちらが、8,910円。あとやっぱ雨の日もね濡れにくい方がいいかなっていうので、ちょっとミニタイプの防水スプレー買ったんで、これが660円。なんでこの靴と防水スプレー代だけで9,573円ですね。まあその他にもちょっとやっぱ中学生になるから筆箱新しく買い直そっかとか、ノートがないからノート買おっかとか、そういうのはあったんですけど、もうそれはもう何百円単位とか1,000〜2,000単位の話なんで、今回の総合計には入れてないんですけど、今まで紹介した制服、ジャージ、その他の指定アクセサリー、自転車と通学用シューズ等々すべて足して中学校行くのにあたって必要だったお金が202,533円でした。え、びっくりしない？中学校行くとき10万ぐらいあればいいかなって思ってたけど、20万ぐらいかかっちゃった。なんなら2分の1自転車だよねこのまあもし今後お子さんがこれから中学校に入るっていう時に節約をねしようとするのであれば、自転車の分とか、まあその靴をそういうひらきさんとかそういう安いとこで買ったりとか、ジャージをメロツの場合は2セットずつ買ったけど、ここもう1セットずつとか、半袖シャツとかはねよく使うと思うんで、部活するとかならこの辺を2セットにして、ジャージとかはもう1セットにするとかかな
一番削れるのはまあ自転車だと思うけどね。ただなんかやっぱりアルベルトが多いらしい。知らないけどね、メロッチは聞いた話だから知らないけど、アルベルトがまあ結構多いし、性能的にもやっぱりなんか見てみるといいかなっていう。ちょっと長いこと乗るじゃん、中学校とあと高校と6年間乗るから、やっぱ壊れにくくって扱いやすい方がいいかなっていうので、アルベルトがいいかなって感じかな。まあ、ただここまで語っといて最後に言うと、自転車に関しては、もともとメルチ自分で買う予定だったんだけど、ひろえもんと兄ちゃんがりゅうちゃんの中学校のお祝いっていうので買ってくれたから、実質メロチは自転車代は払ってませんお祝いで買っていただきました人からある程度これぐらいの金額かかるよっていうの聞いとけばね、前もって事前準備とかもねできると思うので、参考にしていただけたらいいかなと思います。いや、たださ、メオさ、前回出した動画、リュウちゃんが黒髪にしますっていう動画でさ、校則についてさ、ブータれた動画があるんだけどさ、メオちゃんあれ実質10分ぐらい撮ってるんだけど、やっぱりさ、ほらみんなに見やすくするために編集っていうものを行ってて、伝わってる人には伝わってるんだけど、ちゃんと伝わってない人にはちゃんと伝わってなかったから、ちょっと補足すると、校則守らなくていいっていうのは、校則自体を守らなくていいっていうんじゃなくって、校則はやっぱり社会に出る時にね、社会に出ても自由だよっていうわけじゃないから、ある程度の拘束は必要だとは思ってて、ただメロチが言いたかったのは、その理にかなってない拘束は守んなくてもいいよっていう意味で伝えたかったわけよ。だから一部誤解されてる方がいたんで、拘束はその社会に出るために必要じゃないみたいな感じでおっしゃってたんだけど、メロチが言いたかったのは、拘束自体は守るべきものだとは思ってるんだけど、ただ理にかなってない拘束に関しては別に守る必要がないよっていうのをメロチは伝えたかったというか言いたかった。あとなんかその拘束の話出た時ね、すごくたくさんの意見をねコメントでいただいて、髪を染めちゃいけないっていうことに関しては、そのやっぱり貧乏なお家の方がすごい惨めな思いをするとか、貧さをなくすみたいなためにあるみたいなことを先生がおっしゃってたって言うんだけど、そのことに関しては分からなくはないけど、ただだったら今回これ紙にまとめたんだけど、こういくら何にかかったって、だったらそもそも制服なくせよって思わん？それを言い訳にしてくるんだったら、それを理由にしてくるんだったら、だって制服代だけのうち実際6万くらいかかってるわけじゃん。そうなのさ、髪染めるなんて、自分で染めたらさ、セルフで600円くらいで染めれるよ。だけどさ、制服ってなるとほんと何万って関わるじゃんか。だからそれを理由にするんだったら、制服なくせばよくねって思うんだよね。ていうかなんか、先生からはこういう理由でこう染めちゃいけないって言われましたとかさ、いろいろ教えてくれた方がいらっしゃって、でその方に対する文句じゃなくて、そもそも言った先生に対する文句なんだけど、こじつけに聞こえてしょうがない、こうやって言っとけば納得してくれるだろうみたいな感じに聞こえてしょうがない。だってそのヒーンさんのことも結局社会に出たらヒーンさなんてあるし、めちゃくちゃさ、メロチ税金払ってるわけでも、あんまり稼ぎがさ多くない方ってさ、そんなに税金払ってないじゃん。メロちゃんそれはすごい差別だなって思うし、だから別になんていうの、お金があまり稼げてない方が得することだってあるわけよ、社会に出ればね。だから別に社会に出たらみんな平等かって言ったらそうじゃないんだから、学生時代の時にそのヒーサがどうこうを理由にして髪を染めちゃいけないとか、そういうのはなんかちょっと違うなって思うんだよね。別にメロチは炎上させたいとかそういうことじゃなくて、せっかくメロチはたくさんのコメントとかご意見をいただいたので、それにちょっとした米編っていう感じで
この中学校にかかったお金の後に付け足しさせていただきました。あとはなんだろうな、そういう校則がない学校に行けばよくないみたいなコメントもちらほらございましたが、うちほんとね、すごい都会に住んでるって思われてる方もいらっしゃるので、そこはちょっと誤解がないように言っときたいんですけど、めちゃくちゃど田舎に住んでて、なんなら高校行くのもちょっとすごい大変かなっていうぐらいのど山に住んでるわけだからそういう学校に行けばよくないっておっしゃっていただいたんですけど、そういうまず選択肢がうちのこの住んでるチーメロ生じゃないです。でもなんかもうメロってすごい教育委員とかにさ言いたいもんね。全部論破できちゃう気がする。メロチはどこに言ったらいいんだろうね、そういうのって本気で。そういうなんだろう、全国的な校則を変えたいわけ。なんかそうやって違うとこ行けばよくない、緩いとこ行けばよくないって言うけど、じゃなくってそのなんか見た目で判断するどうのこうのとか、そういうこと自体がメロチはおかしいと思うから、全国的に校則を見直してほしいなっていうのをどこに言っていけばいいんだろうね。難しいね。しかも別にメロチ今学生じゃないしね。親がさ、そんな教育委員会に行ったところでの部分あるよね、ちょっとね。だからぜひそういうこの校則ちょっと理不尽じゃないって思ってることがあれば、結構コメントでもこういうの先生に言ったら改善されたよっていうコメントもあったんで、ぜひぜひそういうのに対して理不尽だなって思ってることがあれば声にして出せば変わるっていうこともあると思うんで、まあ、学生の皆さんね、先生になんか反抗っていうよりも相談みたいな感じで言ってもらったら変わっていくこともあると思うので、なんか理不尽だなって、それに耐えるんじゃなくって、意見を言うっていうことも大事だと思うので、大人になってもそうだよ。意見を言うっていうのは大事だから、声に出してってもいいと思う。メロチは何の動画何の動画だろう。いや本題は違うよ。本題はメロチはこんだけお金かかったから用意しといた方がいいよ、こんくらい参考にしてねっていう動画が本来の動画ですはい、ということで、よかったらチャンネル登録と高評価やろメロ、バイバーイ。いやなんかさ、なんか編集って難しいよね。だってさ、あんまり動画が長くてもやっぱり見てもらえないじゃん。でもかといって短すぎても言いたいことがやっぱり 100% 伝わらないじゃん。だからさ、動画ってすごい難しいよね。ただみんな分かっといてもらいたいのは、動画自体めちゃくちゃ長いこと撮ってて、それを見やすくするためにまとめてあるっていうのは分かっといてほしいというか、なんか頭に入れといてほしいなっていう、小規模 YouTuber のたわごとなんだけど、なんかほらいつも言うじゃん、プレゼントもらったのにありがとうもないのとかさ。いやでもさ、動画自体はさ、もう1時間とか2時間とか撮ってるわけ。それをすごいダイジェストに見やすくするために切って10分にしてるわけ。10分にしたの。そしたらさ、あこの間はいらないな、あこの会話はいらないな、カットカットカットってしてて10分にしてるわけ。だからそういうのを分かった上で動画は見てほしい。あ、メロチの動画に限らず全部の動画。なんかすごい上げ足取る人もいるけどさ、ありがとうも言ったよとかさ、足の持ち方も注意できないのに注意した、ただそこはまあその動画としてはいらないかなと思ってカットしたって思いながら編集もねしてるので、そこはちょっと頭に入れといてほしいな。まあ、人の上げ足ばっか取ってないでさ、それを一つのさ、なんかコンテンツとして見てほしいな